ちょっとアップテンポの曲を聴いてください。中でこうやって歌うのは僕の人生で初めての経験でですね、すごく、なんか不思議な感じですね。普段はこうね、どっか行くときにこうよく通ってる道でライブができるなんてすごい幸せです。ありがとうございます。で、何かこう初めて大通駅で歌うということで、何か僕にしかできないことがないかなと考えて、僕の曲の中で唯一駅をテーマにした曲があります。それを次に歌いたいと思います。では電車を見送る恋人の気持ちになって聴いてみてください。プラットフォーム。疲れ
た体を最終列車に乗せて思い返してみるよ。強がりで繋いでた胸の廊下が君と出会ってほどけた。余計なものばかりでいつも分かりづらくなった。幸せを探してこの駅のホームでまたさよ。いつも二人で